こんにちは、T1 スタイルズです。今回乗っていく戦車は、イギリスのティア8プレミアムライトタンク、1000ラック、同格最大となる視認範囲410メーターを持ち合わせた、平均90ミリと少し高い貫通力の榴弾が使える軽戦車ですね。詳しいスペックは最近番外編動画で紹介しているので、合わせて確認してみてね。マップはフィヨルド、西スタート。初動は敵の偵察ポジション潰しに動きたいところです。今回は本編久しぶりとなる、ソロでの出撃です。最近は妹分のキノコとの招待ラッシュが多かったですからね。あれだとソロでの力が発揮しにくいので、たまにはなまったソロでの実力を、リハビリしていきたいところですね。そうでなくても、最近はキノコとの招待、および企画動画が多いですからね。まあ私の周りのよく遊んでいたフレンドさんたちが、軒並み別ゲームに浮気しているのと、キノコとは私生活でも交流があり、毎日連絡を取り合っているので、空いてる時間に、お互い呼び出しやすいというのが理由だったりします。勝手知ったる友達がいると、気兼ねなく本音で喋りながら遊べますからねー。ということで偵察に来ていた敵ブーラスク発見だぜ。榴弾が抜けなかった。抜けると平均280くらいは入るはずなんですけどね。さあ下がりましょ。背面からの敵に備えないと。あ、敵の LT432、おまけでプロゲット46なんかも偵察できてることになったな。アシストウマウマ、432のリタイを破壊できたけど、直されちゃったなー。もう一回破壊できると、リタイハメできそうなんだけど。ダブルブッシュで一方的に撃ててるのが気持ちがいい。隣のエルクがいい感じで偵察を継続してくれてますね。そして2度目のリタイ破壊、これはもらったな。通常3のイギリス軽戦車と違って、装填時間が短めなのが、この車両の強みですね。ただ隠蔽率がブルドッグ並みと、あまり良くないのは悪い点ですが。なんかこう、イギリス軽戦車に乗っているというよりは、ドイツやアメリカの軽戦車っぽい感じじゃないかなぁと。まあどちらも私ちゃんと乗っていないんですけどね。てかもう敵さん上がってきているのか。完全に中央を明け渡した感じか。あそこまで取られると、引くに引けないなぁ。だけど待てよ、この時点で見えてない車両、ISU、スコルピオン、TQ2 だけか。今スポットされたのに背面から撃たれないことを思うと、北東側、もう敵誰もいないんじゃね？スポットできないし狙われないし。よし、生き残るにも防衛ライン気づくにも、北東を確保するしか道はなさそうだな。これにかけよう。隠蔽率はあまり高くはない車両だけど、消音排気システムなどを搭載して、40% ほどの隠蔽率は確保してるからね。多分中央からはバレないでしょう。てかむしろ広い視認範囲のおかげで、一方的に敵をスポットできてるじゃんよ。これはセルフスポットでうまうま狙撃できるやつ。やはり軽戦車は交戦距離を維持してこそ持ち味が発揮されるからね。これは1000ラックの強みが活かせてる。ただ敵さん硬いわー。まあ中央からの敵の進軍をカットできただけでも、こっちに来た甲斐はあったな。てか本当に北東にもう敵がいないとは。これは意外だったなぁ。確かにこのポジション、敵からしたら戦線維持してもう旨味の少ない立ち位置だからなぁ。だとしたらなんで初動で軽戦車が一人で進軍しに来てたのだろうか。まあいいか、両ポジ確保っと。中央が見れなくなっちゃったなぁ。でも今はここからの狙撃に専念した方が良さそうな感じかな。偵察はエルクでもできそうだしね。味方のブーラスクが来てくれそうな感じか。確かに、ここから狙撃したことが敵には分かっているだろうから、いずれは敵の手が回ってきそうではあると思うんだよね。そんな時には仲間がいてくれると助かるが。よし、やはりいいポジションを確保できたなぁ。まあどこまでの意図があって来てくれるブーラスクくんなのかは分からないけど、仲間の到着を待ちますか。こういう仲間の意思や意図が読み取れないのは、ソロプレイの難しいところだよね。招待仲間がいると判断材料が増えるしなぁ。特に何するにも動きを合わせてくれたり、意思表示を示してくれる妹分のありがたみってやつは、いない時にこそより気づくものだね。人無駄打ちしすぎたな。やあブーラスクくん、来てくれてありがとう。どういった意図でこちらへ？さすがに進軍していくのは限りなく不可能だとは思うんだけど。だけどさっきも言ったけど、そろそろ背面から遊撃部隊とか来ていそうな気がするんですよねー。私だったら絶対こっちの様子見に陣地転換しますし。あほら、いたよいた。お、榴弾貫通。それにこのブーラスクくん、いちいち私に指示を送ってきてくれる。ちゃんと現場が見れている方だ。それに華麗に露払い、多分このブーラスクくんは信用して大丈夫そうだね。
すごく失礼な話、ソロプレイだと仲間の実力を推し量りながら頼れる人か否かを見極めていたりもするところがあるからね。まあマルチプレイでも招待仲間以外はあんまり信じないで動いているんだけど、今回は信じられる人がいない状態でのスタートだから、一人信じられそうな人を見つけた感じかな。で、進軍は不可能だからまたここで一旦ステイするわけだけど、今 TQ2 が見えていたよな。また出てくるのだろうか。正直今プロゲット46に見つかって所在が割れてしまったわけだから、まだ見えていないスコルピオン G だったりが再びこの北西側に顔出しに来そうなのが心配なんだよね。この体力じゃスコルピオンも耐えられないし、ブーラスクが来ても2発も受けたら死ねるからな。とはいえ TQ2 にポジション取られてるだろうから、これ引くにも引けないし、攻めるにも攻められない難しい状態だな。TQ2 を偵察して後方にいる狙撃部隊に倒してもらって退路を確保したい感じだけど、お、ISU 発見。しかも撃てるんじゃね。いけますね。つまみ食いタイム。まあこれでスポットされてないのはスコルピオン G だけになったね。あとは初動で見えたブーラスク、あれも相当な時間スポットされてないから、あの位置にはもういなさそう。あとは TQ2 だけど、あ、やべ、このタイミングで戻ってきてたか。これは顔の出し方間違えたな。ふぅ、ワンチャンスコジートで北東側回ってきてるのもありえるかなとか思ったんだけど、まだそこにいたか。やっぱ退路を断たれてる感じだよな。てかブーラスクくん大丈夫？私はそっち行くと、スコルピオン G に合いそうな予感がしてならないんだけど、あと無理に持ち場離れると、TQ2 の進行を許しそうで怖い。とはいえブーラスクくん一人にさせるのも怖いんだけど。あ、そこで敵の進軍に備えておくって感じかな？悪くない手かもしれないね。いや待て、もう来てんじゃんよ。まずい。あ、あいつ油断積んでるし。下がれブーラスク、私が撃ってあげるから。はう、マジかよ、ブーラスクまで来てるじゃんよ。2両なんて聞いてなくってよ。ごきげんよう。敵服でスポット切ってっと、助けてーとか言ってみるけど、まあ誰も来れないわな。私が退路断たれてるって思ってたくらいなんだし、来れるわけないよな。スポット切ってトンズラするしかないな。でもうなりふり構わず被弾確保で引くしかねえ。そうしないと待ってても食われるだけだ。誰か背面から来る敵に備えててくれー。頼んだぞ狙撃部隊。あいつにスポットされるのが下手。ついでにロレイヌとか。おお、そこで急に飛ばせたのは良き。やるじゃん味方さん方。ロレイヌも少し下がったな。待ってても背面から敵はやってくるし、ここはなりふり構ってられないな。蛇行運転して逃げるんだよー。危なかったー。逃げ切れたぜー。ついでに私を狙ってた敵をスポットしてたみたいだな。死人範囲強化万歳。こんなすんなり退路引けるなら、もっと早く引いててもよかったなー。結果論だけど。さてと、今度は北東から来る敵に備えないとか。やはり私を追ってきてましたね。自らお釣り餌に、敵を釣り出して撃てるとは。ここも死人範囲様々かなー。あと社長用視認性向上装置様々ね。さてと、これこの体力の私で同行できる戦線配置じゃないからな。しばしここで敵が来るのをスポットしておく係になりそうだな。ってことで動きがない時間なので、マップを7倍速でお楽しみください。私もちなみに、この時間はマップしか見てませんでしたのでね。はい、ということで、南戦線を押し込めそうになってきましたね。おそらく北東にいた敵も引いたであろうということで、私もようやく行動再開ですよ。とはいえこの体力、北東に行って敵を見つけてしまったら最後、帰り討ちに遭う未来しか見えないわけなので、敵がいなさそうなルートを選びながら進軍してみて、このルートなら安全だよみたいな、安全証明するくらいの仕事がやっとかなって感じかな。さすがにもう短期で敵の真ん前からは攻められないからね。ここにいる GSOR くんとか、ブーラスクくんがついてきてくれれば別だけど。多分こう、初動から自分から動かないで、スポットされるの待ちな動きを見ていると、ついては来てくれなさそうだなーって思ってたり、SOS 出して進軍してみてもいいんだけど、さっきの感じだとなんかこうついてきてくれなさそうだし、あと何よりも自分の性格的に、無理強いさせるの好きじゃないのでね。この手のゲームには向いてない性格だなとは常々思うんだけどね。
勝手知ったる友達にしか、こうしてああしてって言えないのが私なのよねー。基本お人よしで生きているので、だからまあ遊ぶお友達が、おのずと固定されてくるわけですよ。気楽だからね。みんなそんなものかなー。お、安全証明をさらっとしたら、GSOR くん、ちゃんと動いてくれた。私の安全証明って経験値には全くならない動きだけど、味方一人の行動を促せたんだったら、やったかやったかしら。誰かさんじゃないけど、戦場のジャンヌダルクになってあげましょうか。いや、あれは異端審問にかけられて焼かれちゃうから、静か午前くらいがいいのかしら。ともあれ、前線を鼓舞する存在になりましょうぞ。私はここまで来てるぞ。みんなこっちについてこーいみたいなのを、行動を持って見せつけるみたいなね。さあここまで来れたぞ皆の者、援護に来てくれかもん。てかプロゲットウォーヨン来てたな。あっちにも警戒するんだ味方さん方。多分ブーラスクモールでよ。隠蔽性で勝てる気しなかったから、ブーラスクは追わなかった。ということは内緒だ。誰よりも前線に来て、今はただ仕事してるふりしてるだけだ。いいぞしこだくん、君こそヒーローだ。でまあバトンは預けたってことで、プロゲット46を倒してもらって、今度はさっさとプロゲット54の対応に行かないとな。スポット残ってるけどあんま悠長にしてる時間はないからな。さっさと裏取りに行かないと、む。そのダメージ、ブーラスクか TNH くん。だよね。そこだよねー、そこにいたよねきっとブーラスクは。うすうすわかってたんだけど、私は延命を選んで危険は犯さなかった。そういう腹黒い人間だ私は、許しておくれ。そして仲間のブーラスクが先発して敵の気を引いてくれるのを、今こうして当たったしたふりして待っている。そういう姑息な人間なのだ私は。とまあ包み隠さず心境と思惑を伝えておこう。これが私のプレイングだ。そして気を引いてくれてありがとう。あとは私にお任せあれなのだよ。さようならっと。よし。ほどほどに偵察もして、ちゃんと遊撃で敵を処理していけたな。これぞ攻撃型の軽戦車って感じ。戦闘結果です。マスターエースバッジをゲット。実は初めての M バッジですね。前回の番外編でも口にしましたが、この車両はフレンドさんからの贈り物車両。隠蔽特化な軽戦車で好んで遊んでいた私にとって、隠蔽の高くない火力型の軽戦車っていうのは、まだまだ手探りなところもあったり。この車両もそれほど登場してはいなかったのですが、徐々にコツをつかんできたって感じですね。特にこの車両、やっぱり視認範囲の広さがすごいので、車長用視認性向上装置との相性も良く、テンポよく攻撃もできたり、一方的に視界がちできたり、貫通力の高い榴弾で、軽戦車狩りもこなせたりと、なかなかに面白い車両だなと。乗り味を分かってきて、面白くなってきましたね。いずれはもっといろんな軽戦車に触ってみたいなと思う、スタイルさんなのでありました。まあ多分また次回からは、正体プレイに戻ってしまいそうですけどね。それもおそらく妹、キノコとの正体にね。これから多忙なシワスに入っていきますし。やっぱりお互い勝手知りすぎている仲であり、気兼ねなく誘い合えて遊べている妹分が、現状私のライフスタイルに、一番しっくりきてますからねー。これからも私のフレンドともども、応援のほどよろしくです。以上、最後までのご視聴、ありがとうございます。励みになりますので、コメント、チャンネル登録、高評価をよろしくね。ではでは。まったねー。